こんにちは。イージープー DJ の曲の解説をしていきます。初期の頃の曲ですが、渋くてかっこいいんですよ。お邪魔します、マリサです。譜面解説に来ました。いらっしゃいませ。今日も朝からお店の EZ に DJ に、若い女性のお客さんがいいいっぱいでだったのです。嘘つかなかった。今日は朝から若い女性のお客さんが、一人いました。そうですよね、わかってました。とりあえず譜面見てきましょう。最初からすごい交互連打ですね。焦らずに落ち着いて撮りましょう。もう少し的確なアドバイスを。テンポが遅い曲なので、ゆっくりめに叩きましょう。ロングの音がいっぱいあって難しい。これで11なの。ロングの音はいっぱいですが、終点に判定がないのでそんなに難しくないのです。終点がないなら叩けますね。今の音楽ゲームにはないタイプの曲です。渋くてかっこいいと思います。フリーズをしながら鍵盤を押すのが難しいです。ロングの音以外をしっかり見ることが大事だと思います。確かに、だいぶ叩きやすくなりました。やっぱり最初の交互連打が難しかったです。あそこは24分で難しいのです。練習するしかないです。特徴的な譜面でとても楽しかったです。ご視聴ありがとうございました。11回の課題曲になります。ご参加お待ちしております。